はい、えー、続きまして、肺がんの分子標的薬治療について。宮城県立がんセンター呼吸器内科。前門戸誠先生に、ご講演いただきます。あ、どうも、すみません、えー、お待たせしました。えー、っと、私の方は肺がんの分子標的薬治療ということで、お話しさせていただきます。えー、っと。 先ほど抗がん剤化学療法のお話井上先生からしていただきましたけど、えー、従来の抗がん剤と分子標的薬の違いががここっていうのはやはりがん細胞だけではなく正常細胞にもダメージを与えてしまうというようなところもありますからあのなんとか身を切ってがんを断つというようなところもあるのでどうしてもあのダメージは 多かか少なかであると、えー、まあ分子標的薬も全く副作用なしというわけではないんですが、えー、がん細胞を持つこの特徴的なところそれに狙いを定めてですねその働きを阻害することでがんの増殖を防ぐというようなところが違いではあります。 それであのより個別化した治療を行うためにというようなところで一つその目印っていうのがですね実は EGFR 遺伝子変異と ALC の融合遺伝子この2つが目印として非常によく 知られています。これは実はあの他の大腸がんでもいろんながんであるのかというと、実は肺がんに特徴的なんですね、えー、肺がんではこの遺伝子変異だけで、えー、実はこの遺伝子変異がある。人っていうのはタバコを吸ってない人が多かったりします。ですから、タバコが原因でなる癌とは違って遺伝子変異。このある遺伝子変異だけでえ癌になるというようなところが肺がんではあるというのが特徴ではあります。 ただ、アルク融合遺伝子っていうのは実際の肺がんの4%くらいにしかないので EGFR 遺伝子変異の方はまあ30から40%はえーありますからえどちらかというとこの EGFR 遺伝子変異の方でえご説明していければと思います。それでこれがあのえよく使う漫画でまあこれから撮ってはあるんですがえまあ体のすべての細胞っていうのは、まあ 体のの中での指令、例えばこれは髪の毛を作ってくださいとか白血球を作ってくださいという指令のもとに、えー、その細胞それぞれがその信号を受け取って、えー、それでここへ遺伝子がありますがこの遺伝子から、えー、タンパクを作っていくというようなところが体のののすべて細胞のメカニズムにありますそれで、えー、この信号を受け取るところを各細胞にあるのは受容体というんです。 ね、あのこれから先もちょっと受容体という話が出てきますのでそれを覚えておいていただければと思います。それであの正常に増え、まあまあ、髪の毛を作る分白血球も異常に増えてしまっては白血病になったりしますからそういうのほどやよく増えるというようなところがお体の中では大事なんです。 ところががんになりますとおこの体の中で全然指令をしてないのに、えー、この受容体の方の異常で、えー、どん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 増えていったり受容体にも異常がないんだけど遺伝子の方に、えー、異常があって、 でどん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 がん細胞が増えていったりというようなことでコントロールできを失って増えてしまうというのががんの特徴でこれはあの皆さんのお体の中で起こる可能性があるというようなところ ではありますこれはどうしても年齢とともにここら辺の遺伝子の制御というのが甘くなったりしますからそういうところではやはり年齢とともにがんができていく頻度が上がってくるというようなところともつながっています。 それでこれまでの抗がん剤治療化学療法っていうような言い方も申しますがそれはどのように見つけ出されたかというといろんなまああの木の樹脂であったりとか細菌とかそういった自然界にあるものの中からがんに効くようなものそういったものをこう見つけ出して投与して先ほど言ったように正常の細胞にもちょっとダメージがあって、まあ、がん細胞はもっと きついといととううようなところで腫瘍、まあ、細胞がこうどん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 増殖するというところを目印にしてそれをやっつけるんですがやはり体の細胞の中でも先ほど言ったように毛根とか骨髄とか皮膚とか、えー、まあ消化管粘膜とかっていうのはしょっちゅう新しい細胞に入れ替わってますからやはり増殖をどんどんする細胞っていうのはよりダメージを受けやすいというようなことが言えます。 まあこちらの方の副作用効果とのバランスというようなところの観点から言うと化学療法はえなかなかあのバランスがいいとはえちょっと言いづらいところはありますね。それで分子標的薬の方に話を移しますがこちらの方はですね、えー がんの目印、これに対してしっかり標的分子標的薬この「ウォンテッド」って書いてますがちゃんと指名手配者を見つけて正常細胞ではなくてがん細胞だけをこう特異的にやっつけることができるお薬で副作用も抗がん剤よりも化学療法よりも少ない傾向にあるとも言われています。 それで標的になる分子がないかあるいは少ないので分裂の早い細胞であっても影響は少ないということで正常細胞の影響が少ないというようなところがあります。それで先ほど言ったがんの目印の EGFR 遺伝子変異というのが発見されましてそれは正常細胞にも受容体は先ほどお見せしたようにあるんですがその受容体が変化してがん細胞特有のこの の赤い需要帯これは、えーまあ、外からですね増えろ、ー、のサインがあでなくてもどん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 増えろ増えろの信号が出て無知事上にがんが大きくなるところなんですが、えー、これを標的にした EGFR 我々 TKI と呼んでるんですがここはあの簡易的に EGFR 阻害剤と いうことにしますがそういった阻害剤がちょうどこのがんに特徴的な受容体に効くようなお薬が開発されたんですねそれで正常細胞にはあまり働かずがんだけに効くと というようよななことになります、まあ、それがこの図ですが抗がん剤の場合はここへがん細胞があってこの白が正常な細胞なんですがそれ全てに効くというようなところで、まあ、がんがより強く影響を受けるというようなことはあるんですがそれに比べて分子標的薬その先ほど言った目印があればそれだけを攻撃してあと正常な細胞には影響が少ないというようなことが言えます。 それで EGFR 遺伝子変異がある人とない人とで EGFR 阻害剤の効果は100倍以上違うというようなところもありますからその目印がいかに大事かと。 とといいううようなところが言えるんだと思いますそれでここでですね、えー、私が経験した患者さんのちょっとお話をしますが、えー、57歳の結構若い、えー、タバコを吸わない女性の方で右肩がすごく痛いということで。えー 近くの病院を受診するんですが、まあ、その肩の痛みっていうのは五十肩とかそういったところで片付けられてしまってそのままずっとその近くの病院で2月から10月まで様子を見られてて10月になって MRI 検査をこれは実は患者さんの方が何かおかしいから近くの病院よりももう少し大きな病院で MRI を取ってほしいと言ったら転移性の骨腫瘍というようなう。 ようなことが分かって、えー、それで肺には多発結節という転移だらけということで、えー、主治医につれなくもうあなたは末期だよと言われてしまって、えー、まあ我々のがんセンターを紹介されたんですが患者さんは失意のあまりまずは秋田の温泉、えー、まあちょっと有名な温泉ご存知の方もあ いいらっししゃるかもしれないですけどそこで湯治をして袖、えー、にかけたというところがちょっとうまくなかったところなんですがさらに病状を悪化させて、えー、年明けに受診したというようなところで右肩甲骨がずっと肩が痛いっていうところから、えー、針を刺して、えー、組織を取ってきたら肺がん肺の腺がんということが分かったと。ただあのこの方はあの運よく その目印があったんですね EGFR の遺伝子変異があったというようなことでそれの阻害剤を使ったということでこれがその時の写真最初のお薬を投与する前の写真ですが体のいろんなところにがんが散らばってまして肺の中にもこれもがんですしこれもがんですしというような状態ではありました。 ただあの元気は保たれてたというようなところでこの EGFR の阻害剤をやったところ一気にがん細胞が小さくなって。 ほとんどなくなってしまうのに近いような効果があってこの方はこの EGFR 阻害剤で長期にコントロールされてその後この方はだいぶ前の方でしたからやはり病気がある程度の期間経って再発した時には抗がん剤も受けてその後また EGFR 阻害剤を受けたりというようなことでその 末期だと言われた中ではどん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 長生ききがができたとというようよなことが言えますそれで先ほどというか今の患者さんずっとそれで治ってしまったんではなくてやはり1年から大体それくらい経つとすごく良くなった方でもまた病気の方が動き出してしまうんですね。それで それに対しての対策というようなところがちょっと進歩してきました。 まあこれまでの EGFR 阻害剤は効いている期間は約1年くらいでやはり病気がまた大きくなるんですねただ1年をあまり副作用のないお薬で元気に生活できるあの方は痛みもなくなりましたからそういったところでは非常にいいお薬ではあるんですがやはり効かなくなった時にまた抗がん剤は一つの対策なんですがこの分子標的薬でその対策はないかというようなところも も考えられてきましたそれでその耐性になる原因なんですがこれがですね実は半分くらいはこの耐性の遺伝子変異っていうのがまた新たにで,できてくるんですねそれは EGFR にで,できてきます。 まあそれを図示したのがこれで先ほどがんになった時の EGFR の遺伝子の状態ですねそれで今度は耐性になった時の状態この2つ比べると今まではこのがん細胞のこの辺に標的となったところに効いてたお薬が効かなくなる時にはこの EGFR 自体が変化している。 そういうところがこれちょっとこう細かい詳しい受容体の図なんですが今まではこの EGFR の阻害剤がすっぽりこう入ってたんですがこの耐性になるとここへ出っ張りが出てきてしまって今までのお薬がこう入っていけなくなるんですねそれでがん細胞がまた元気になってしまうと。 いうようなところがありますがこれが半分近くこれが原因であればこれに対するお薬を作ったらいいじゃないかというようなところがこれまで考えられてきまして実はこのお薬がついにこの春から使えるようになりました。それがこうまた第三世代のお薬というようなことで出てきたんですがまあ 商品名はタグリッソというようなお薬になるんですが、えー、と今まで野生型の鍵、まあ、穴がこうそれでえこの悪くなってからの鍵穴がこうというようなところですがこの出っ張りがあっても出っ張りでも入っていけるように設定されたものがこの新しいお薬なんですね。えー、ということでこのお薬は10代の変異した最初の遺伝子変異の ある EGFR にも効きますしあとは耐性の遺伝子変異を起こした EGFR にも効くというようなことでこれさらにいいところはですね正常の EGFR には全く効かないんで EGFR の特徴的な副作用である皮疹とかぼつぼつですねニキビのような発疹が出たりあと下痢とか。 そういった副作用が逆に軽減されるというようなところで、この T790M の変異があれば非常に良い,いお薬が出てきたというようなところです。これがそのお薬を使った人なんですが、これは春、我々のところがいち早く使えるようになっ ほ、えー、他の県から紹介になった患者さんなんですがもう肺の両方に転移があってかなり病変が進んでたんですが、えー、1週間でだいぶ呼吸が楽になって、えー、さらにその1週間で肺の方も随分広がってきたというようなところでした。 それでこの EGFR の阻害剤を使ってもですね従来はこう肝転移とかというこの方同じ方なんですが肝臓がもうこれ転移だらけというようなところで肝臓自体も肥大してしまってお腹の方の痛みも訴えてたような方なんですがこういったものにはなかなか従来のお薬効きづらいというようなところも言われてたんですがこの新しいタグリストというお薬でこの肝転移も一気に良くなって とというようよなところではありましたこの時にはちょっともう元気もなかったような状況ですが、えー、その副作用の少ないお薬ですから、えー、抗がん剤とは違って、えー、分子標的薬の場合は、えー、患者さんとよく相談して、えー、この投与してみるというようなこともあるわけなんですね。それで、えー、この 新たな分子標的治療薬というようなところで10代はこうゲフチニブエロチニブジオトリフというようなところの3つの中からどれか最初の治療は選ぶとこれはこの e g f ンの遺伝子変異に対して使っていくと。 ただしこの耐性ができた場合は今度はオシメルチニブ先ほど商品名タグリストと言いましたけどそれも使えるようになったわけですねただし全部が全部この耐性遺伝子変異を起こすわけではないですから化学療法を使ってその後またこういったお薬を使って オシメルチニブに行く場合もありますし、えー、まあオシメルチニブが耐性になったタグニストが耐性になった場合にまた化学療法を使っていくというようなところで化学療法だけだとどうしてもあの骨髄とか、えー、まあ白血球とかがなかなか上がらなくなって増えてこなくなっちゃうというような人もいますがこういった分子標的薬を間に入れれれば、えー、骨髄を白血球を作る期間も休めることができるというようなことでは非常に にいい治療とも言えます。それでもう一つの分子標的薬があります。こちらの方はですね、血管新生阻害薬というようなところではあります。えっとこれが癌は小さいうちには <laughs> あの血流はそれほど必要ないんですが大きくなる上では必ずこの血管が必要なんですね、えー、がんは非常に体色管でありますから、えー、酸素も必要ですし、えー、あと栄養も非常に必要になってくるというようなところですね。 それでがんが成長していく上では新しい血管が不可欠というようなところではあります。それじゃというようなところで、えー、まあ動攻めにし,てしまえばどうなんだろうというようなところで、えー、新たな治療方法が考えられています。 そのえー、これは、えー、その血管が増えていく過程で重要なのがまた受容体が出てきますが VGF という今度は受容体なんですが、えー、VGF 増えドというシグナルが VGF で VGF 受容体に、えー、これがしっかり入っていくと、えー、血管がどんどん増えろ増えろのシグナルが出てくると。 それでこれをブロックするのが一つはベバシズマブアバシチンといわれるお薬でこのフェロのシグナルブローチのようなそのリガンドと言うんですがそれをこう捉えてしまうトラップしてしまうと。 いうようよなところが一つの作用基準ですもう一つ最近新しくラムシルマブといううお薬が使えるようになりましたこちらの方はそのブローチを直接アプローチするんじゃなくてこの受容体自体にくっついてこのブローチであるリガンドが入ってこれないようにするとそれで血管の増殖シグナルを抑えてしまうというようなお薬が出てきました。 えっとこれががん、えー、細胞はこの血管新しくできてきた血管が必要というようなことですがこの血管新生阻害剤をう使うことによってこの血管がな、えー、くなってがん、えー、細胞が共同攻めになって、えー、どんどん小さくなっていくというようなところが、えー もう一つの分子標的薬ではありますこれは我々のところで経験した患者さんなんですがこの方は48歳の男性で進行肺腺癌で腹部のリンパ節にこの方は EGFR の変異はない方ではあるんですがこの腹部に腫瘍があって肺門部にも腫瘍があってというようなことで腹痛を主張に来ています。 そ,れでその方があの最初、えー、ここの部分にあるのを初回の抗がん剤化学療法を使ったんですがなかなか病気が逆に大きくなって。 で症状も強いとそれでこれはだいぶ前の話でこの新しい、えー、ベバシズマブっていうのが出た頃の話なんですがその時に化学療法2次の化学療法をしてもさらに大きくなって痛みも強くなったところにこの2次の化学療法に、えー、あの血管浸水阻害剤 を上乗せしたところ一気に病気が小さくなるというようなところがありました。えー、ということでこれはあの血管新生阻害剤とこの抗がん剤が相性がいいというようなところを、えー、お聞かせするために出したスライドなんですが今実際どういうふうに運用されているかというと最初から化学療法と血管新生阻害剤これ両方を使って。 でえー、それでこの最初の初回治療でやる場合はその後も、えー、血管申請、えー、阻害剤単独で使っていくというようなことが、えー、やられていますこれはあの、えー、我々あの科学療法の中で、えー、東と西の横綱がいるというような中の、まあ、東か西かは置いといて横綱の一つの治療というようなことで考えています。 で血管新生阻害剤の特徴としてはがんへの血管は正常血管からこう成長してきたものですから、えー、血管自体は正常細胞ということでがん細胞と違ってがん細胞はすぐにこういろんな敵が来るとそれに対応するように耐性が起きるんですが、えー、血管自体は正常細胞ですから耐性が起きにくいというようなところがあります。それで、えー、抗がん剤化学療法とと一緒に点滴すると抗がん剤 の効果を上げて相乗効果があるというようなところもあります。それで、効果が現れるのが、比較的早く、癌が,が小さくなる効果が高いというようなところであ。 でえーまあ、副作用が全くなしかというとそうではなくて、えーまあ、の化学療法に特徴的な食欲低下とか白血球減少は少ないんですがこの血管新生阻害剤には出血とか血栓とか高血圧タンパク尿などちょっとこのお薬に特徴的な副作用があって、えー、例えば血痰が出てるような人にはあまりこういうのは好ましくないと。 というふうにも言われていますそれじゃあどういうような時期に使うかというと、えー、まあこのように分子 目印がある腫瘍と目印のない腫瘍をちょっと分けましたけど実際の人としては先ほど言ったように EML4、e、この融合遺伝子の方は45%で EGFR の遺伝子変異は340%まあ,あの半分以上はこの何も標的のないものではあるんですがその標的のないものでも血管を標的にすることによって分子標的薬治療ができるというようなところではあります。 それで今回新しくラムシルマブが出てきたんで今までは最初の治療でこの血管新生抑制剤を使えなかった人がでも後から使えるようにもなりますし最初の血管新生阻害剤を使っても後からでも先ほど言ったように耐性が少ないということで後からでもラムシルマブを入れて血管を抑えていくというようなこともできるようになりました。まあ、これからあの えー、菅原先生に免疫療法の話をしてもらいますがそういったところではここへ免疫療法が入ってくる可能性がありますとその後の治療でエラムシヌマブというようなことも使えるような今新しい展開になっています。 ということで2つの分子標的薬治療に関してご説明しましたが、まあ、これは肺がん全体としては肺がんは確かにあの井上先生がご説明したように昔は肺がんと言われたら1年だと言われてた時代もありました今でもやはり治りにくいがんの一つと言われておりますしかし今話したように分子標的薬これからお話しあるように免疫チェックポイント阻害剤など新しい治療薬 どんどん出てきますから、まあ、我々の目標としては治せる治療というようなことを目標にも頑張っていますので、まあ、そちらの方に一歩一歩ではありますが進歩しているということで、えー、なんとかあの、えー、先ほど出たようにちょっとまがいものに流,流れないようにしっかりえ証拠のある治療をしていきましょう。 これがあのどうもご清聴ありがとうございましたこれは我々のスタッフでこれあのミヤがんセンターの、えー、このマークにはなってますがこれ治療予防研究で何とか患者さんをサポートしていこうというようなところでこのマークができたというようなことですどうもありがとうございました。